ルベン・スワレス・エストラーダは、スペイン基本出身のサッカー選手。ギリシャスーパーリーグ、シュコダクサン・ TFC 所属。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、セカンドストライカー。父親のセクンディのスワレス・バスケスもまた、プロサッカー選手であった。ディフェンダーとして、スポルティングで基本で300試合以上に出場した。アステリアス州、基本に生まれ。 地元のスポルティングで基本の下部組織で育った。1998年にトップチームデビューし、6シーズンの間セグンダ・ディビシオンでプレーした。2004年に同じセグンダ・ディビシオンのエルチェ・シエフに移籍して4シーズン過ごした。2008年7月、やはりセグンダ・ディビシオンのレバンテ・ユーディに移籍した。2008から09シーズンは、ストライカーのアレクサンドレがいいよが、飛骨に、 深刻な怪我を負ったため、ルベン・スアレスが代役を任され、チーム最多の12得点を挙げた。2009から10シーズンも2桁得点を挙げ、2シーズンぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。2010年8月28日のセビージャ、FC 戦において31歳6ヶ月9日にして、プリメーラ・ディビシオンレビューを果たし、PK でトップリーグ初得点を挙げた。 2011年9月25日の RCD s パニオール戦では2本の PK を決めて3連勝に貢献した。10月26日のレアルソシエダ戦では後半、ロスタイムに決勝点となる直接フリーキックを決めた。U-18 スペイン代表、U-20 スペイン代表、U-21 スペイン代表の経験がある。 1999年にはナイジェリアで開催された FIFAU-20 ワールドカップに参加し、スペイン代表の全試合に出場した。グループリーグのホンジュラス戦で得点し、優勝に貢献した。1999年末には U-21 スペイン代表デビューしたが、1試合の出場に終わった。ありがとうございます。